皆さんこんにちは、ボンドチャンネル土井パフォーマンスです。今回はボンドショップ浦和でカスタマイズさせていただいた車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのは浦和店店長高橋くんです。はい、よろしくお願いしま す, お願いします。今回紹介する車がこちら。はい、やってまいりました。 G63、はい、G700 っす。 G700 ですね。はい、まあ、あのブラバスもそうですし、あとゲレンデもボンドチャンネルで何度も何度もご紹介させていただいてるんですけれども、過去ご紹介させていただいた車とまたちょっと違ったニュアンスのカスタマイズをした車なんですよね。そうですね。はい、でなんと今回こちらのお車、はい、車両の購入からそうですしていただいたお車ということで、はいはい、あの実は納車の時に僕オーナー様とお会いしましてお話しさせていただいたんですけども、非常に若い方で。そうなんです。僕より若い。あ、そうなんだ。そうです。びっくり。はい、そしてなんと以前 LC のそうですね、コンバーチブルで乗られてた方で、もうめちゃくちゃいじらせてもらって、はい、それも動画にしてますんでよかったら見てみてください。はい、そんなカスタマイズ慣れしたオーナー様が乗り換えたこちらの G6 さんがもう至る所ブラバスのパーツがついて仕上げられてると。で後で紹介しますけども、なんとこちら700馬力になってる G700 ということで、その辺を詳しくご紹介させていただきたいと思います。で外装これ結構もういじってありますよね。これそうですね、もうリップとあとまあまあこの辺の細かいパーツも全部ペイントしてあって、ブラバスのパーツがついててっていう感じですね。グリルがまずこの中までこれ塗ってあるんだよね。中も塗ってます、ね、そうだよね。この中も全部塗って、フィンも塗って、ここも塗って、でこのカメラも結構面積大きくてザラザラなんで目立つポイントですけど、塗ってあげることでしっかり高級感も出る。こんなペイントカスタマイズもしてある。そしてオーナメントもしっかりブラバスになってて、こっちも光るタイプですよね。そうです、こちらになってると。そしてあとはこの辺リップ、はい、あこの辺もこれも樹脂なんで、はい、白っぽくなってっちゃうんですよね、時間経つと。だこの辺もちゃんとグロスブラックで塗ってあると。こっちの脇もですね。そしてあとはリップが、ブラバスのリップがこちらついてると。これ今めちゃめちゃ人気ね。人気です。もう全然ないです。あのずっと欠品中ですって言ってる気が。そうなんです。こちらのリップ、しかもこっち側にはブラバスのオーナメントが光るタイプが、これ青く光って白くなってくるんだっけ。白く光って青くなる。すいません失礼しました、はい、逆でした。白く光ってだんだん青くなるんですよね。そうです、はい、こちらのタイプになっております。でこっちにもこれデイライトだっけ。デイライト、はい、埋め込まれてる感じになってます。そして今回のお車はこのマグロのマットですけれども、はい、全面プロテクションも、そうです、ステルスのプロテクションが施工してあると。マットの質感変えないまんま全部プロテクションが全部ですよね。全部です。あの貼り方もバンパーだけとか前回りだけとか前面とかいろいろありますけど、今回のは全面貼ってある感じになってます。グロスの部分はあの普通のプロテクション。あ、なるほど。ここも貼ってあるけど違うフィルム使ってるんでちゃんとグロスのまんまになってる。はい、でこのブラバスのリップも貼ってあるんですよね。そうですね。これ微妙にこう段差とかあるんで、これ別パーツになってますけどしっかりここも貼られてると。そしてあとはボンネットですかね。ボンネット、あのつい最近ブラバスも為替の影響で値上がりしまして、はい、とんでもない値段になってますけれどもこちらのパワードーム、はい、カーボンフードもついてると。でこれはグロスなんですね。グロスです。でこれもなんとプロテクションが貼られてるという。でこれ過去何度もご紹介させていただいてるんでご存知の方も多いと思うんですけど、アドオンって言ってその純正ボンネットに貼り付けるタイプなんですよね。なんでまあそのまま取り付けていきますよ。でこの中とかもグロスで塗ってます、ね、しっかり塗ってるということで、はい、裏側も、はい、回ってくるとこっち側にもグリルがついてるんですけど、そこもしっかり塗ってあるということで隙がないですね。はい、こんなのがしっかりついてます。そして足元やってまいりました。ブラバスの24かな。24です。一番でっかいサイズ、はいはい、こちらが装着されてます。一番高いやつですやらしい、はい、こちらが装着。これ単造だよね。確かそうです、はい、モノブロック Z24 のこちらのホイールになってございます。これ似合うね、やっぱりね。かっこいいですよね。やっぱりブラバスのエアロとアメリカ製単造ホイールもいいんですけど、やっぱりこうチューナーで全部まとめるっていうのは非常にまとまり感もあってかなりいいんじゃないかなと思います。はい、そしてなんと今回キャリパーも、キャリパーも塗ってます。もともと赤だったのを、そうですね、黒に塗って、でブラバスのロゴはちょっとボディの色と合わせて
塗って塗ってステッカーまたちょっと違う黒っぽいんですけど、ガンメタに近い感じでしたね。そうです、はい、一応ボディ色に近いやつ選んでやってます。でブラバスロゴにしてると。これめっちゃかっこいいね。いいですよね。やっぱりキャリパーをこう蛍光色とか目立つ色でこう入ってるぞっていう感じもいいんですけど、黒とかにすると逆に他のところがしっかり目立つ。そうですね。あとはまとまり感がやっぱり出てくるんで。そう、まとまり感が出るんで、チューナーだとかなり、はい、特にいい感じかなと。そしてやってまいりました700、はい、これ700のキットを買わないとついてこないエンブレムですよね、はい、これは本物の700馬力のなんちゃってができない仕様になってますあのコピーのなんかいかがしの以外、はいはいはい、ちゃんとこの本物がついてます。でこの辺も全部塗ってある感じかな。それ塗ってありますね、はい、この辺も合わせて全部、はい、あれこれもともとメッキだよね。そうです。でも今はなんかいろんな限定車出てきちゃってて、もともともう黒いのもあるんですよね。あ、そうなんだ。そうです。これじゃあ塗ってないの、こっちは。これはいや、これは塗ってます。この時はこれ塗ってないです塗ってないです。もともと黒いエンブレムが設定あるんで、こっち黒で、それに合わせてこっちも黒くなってると、はい、これいいっすねやっぱり、はい、そしてあとは横に関してはサイドステップがこれラッピングですかね。そうですね、しっかり黒く、はい、これ本当いろいろアメリカとかドイツとか行かせてもらいましたけどステップ黒くするっていうのはもう定番というかマストというか、うん、やっぱりここにメッキがボーンってついちゃってると目立つ。そうですよね。で他をカスタマイズした時にこうバランス悪くなっちゃうんで、かなり触るっていうのはいいんじゃないですか。そしてマフラーも、はい、高級品、はい、なんと100万円オーバーの。そう、100万円オーバー。こちらもブラバスの黒いタイプのマフラーが、はい、これめちゃめちゃ売れてますよね今。そうですね。でも全然入ってこないです。あといいのは車検が OK という。そうですね。車検帯をドイツのTIFの規格も通ってるんで、まあ、車検も問題なく基本的にはご利用いただけるマフラーになっております。ただこれちょっとこれ焼けるからですかね飛び石ですかね。そうですね。中はやっぱりこうこれは定期的に塗りましょう。はい、はい、そうしましょうまあガンガン乗られてる車ということで、はい、やっぱりパイプの中まではこうバッチリっていうわけいかないんでこうなっちゃってますけど、はい、そしてあとは電動のサイドステップが、電動ステップがついてます。まあ、63なんでショートのタイプですけど、はい、じゃあガックの方から動作の方を説明してもらってもいいですか。はい、動作、開けると出ます。はい、出てきます。で閉じると、はいはい、これ63だとこのマフラーがある関係でここまでになっちゃうんですね。そうですね。で他の400とかであればここまでのタイプになるんで、はい、そうです。後ろの利便性もすごく良くなる、はい、こちらの。でこれスイッチでも切れるんですよね。切れます。だから出ちゃまずいところとか、あと洗車するときなんかは切ってもらえば開けても動作しないっていうことができるんで、まあ、この辺で。しかもこれゲレンデ以外はいろいろあるんですよね。ありますね。レンジとか純正つけるよりもちょっとお安く、なるほど、いけるみたいですね、レンジとかだと。じゃあ SUV でちょっと乗り降り大変だなっていう方はもしかしたら適応あるかもしれないんで、はい、ぜひボンドショップ裏にお問い合わせください、はい、そしてあと横に関してはこんな感じですかね。そうですね。まあ後ろも同じくキャリパー塗ってあってって感じですね、はい、ここもちゃんとブラバスロゴが再現されてると、はい、いや、まとまりがめちゃいい。ありがとうございます。本当に本国のコンプリートカーみたいなどうしてもこうワイドボディがワイドスターがこう注目されがちですけど、このソフトキットでまとめたこのまとまりの良さかなりいいんじゃないかな、はい、そしてあとは後ろはなんと背面タイヤレスということでやってまいりました、はい、ここは多分好みいろいろあるところだと思うんですけど、なしはなしでかなりいいんじゃないかな、すっきりして。そしてここがブラバスのこの背面タイヤのカバー、これ大きいベースが残っちゃうんですよね。そうです。なんでそれを隠すこのカバーがある。でしかもこれもブラバスなんで全部ドライカーボン製で、文字の中が逆になってると。これもちょっとしたパーツって言えばちょっとしたパーツなんですけど、金額はちょっとしてないですよね。ちょっとしてないですもう全部ちょっとしてないですこちらのパーツがついております、はい、そしてあとはこちらもはい、はい、ドライカーボンのブラバスのディフューザーがついていると、はい、これもかなりこうスタイリッシュで、あんまり派手すぎず、はい、本当にブラバスチューナーらしいこちらのディフューザーが、これも人気ですよね。これも人気ですね。ただまあカーボンなんでやっぱり本当に値段が、なるほど、はい、だクオリティはその分抜群ですし、はい、まあ、フィッティングもかなりいいんでおすすめです、はい、そしてあとはエンブレムなんかもしっかり、はい、あと700となってると、はい、隙がないね。
もう全部ですね、うん、はい、なんかここまだやってないんですとか、なんかこう奇抜なことやりましたっていうのがなく、もう本当にまとまりがいい。で、先ほど触れたプロテクションの部分もこのヒンジのここまでプロテクションが貼ってあると、はいはい、ガードする意味があるのかないのかちょっとわからないですけど全部貼れるところは貼ってあるんで、はい、まあ、非常に全体的に質感も統一されててかなりいい感じじゃないかなと思います。続いて今回内装も少しやってあるってことなんで、はい、内装も見てみたいんですけど、なんとここもラッピングで黒くなってます。ここ結構ね目立つんだよね。そうなんですね。これ、まあ、まずキー差し込むってことはないと思うんで、まあ、ラッピングでもし万が一の場合は、まあ、剥がせばそのまま使えるんで、そうですね、ここもおすすめですよね、はいはい、そして開けると内装の前にいいですか、なんとこちらソフトクローズがついてる。ついてます。これソフトクローズ、このゲレンデハンドアになっちゃう問題が全面的に解決できるという、これ問い合わせ多いですよね。多いですね。でもちろんこれ運転席だけじゃなくて後ろの席とか、はい、閉まる。特にこうファミリーユースの方なんかだと後ろにこうお子さん乗られることが多いっていうんで、やっぱりお子さんだとこうちゃんと閉められない。そうですね。ということでソフトクローズかなり人気の商品でございます。そして開けるとこんな感じです。なんとペダルとスカフブレード、あとマット全部、あ、マットもか、あの後付けでできるインテリアパーツがほぼ全部入っているということで、はい、これいいね。そしてあとはドアロックピンなんかもしっかりブラバスのものになっている、はいはい、これもあの純正だと黒いプラスチックの、そうですね、ちょっとそっけない感じですけど、ちょっと残念な感じで、しかもこれ外から見えるから結構ここもちょっとしたパーツですけど満足度はかなり高いんじゃないか、高いと思います。さあそして先ほど触れたソフトクローズなんですけど、こう背面タイヤなくなっちゃうと余計こうトランクがこう軽くなりすぎちゃってハンドアになりがちですけど、しっかりトランクもついてるということで、これついに完成したんですね。完成って言っていいのかなやめてください、はい、まあ、ちょっと加工は必要。そうですね。ということで裏手にご相談いただければ、パーツの販売とかはちょっと取り付けなんかもあるんでできないですよね、はい、裏手にご相談いただければトランクもできるようになってるみたいなんで、はい、ぜひお問い合わせください、はい。じゃあ最後にメインと言っても過言でないエンジンルームを見てみたいと思います、はい、こちらです。やってまいりました700馬力、はい、こちらがブラバスの700馬力キットをくっつけてある、そうです、エンジンですね、はい、これ内容的にはサブコンですね。サブコンですよね、はいはい、純正のセンサーにいろいろ割り込ませて、まあ、数値をこう変えて馬力を出してる、はい、だ純正でもともと700馬力のポテンシャルがあるってことですよね。そういうことになりますよね。そういうことになります、はいはい、でそのキットが組んであって、なおかつそのキットを買うと純正のこのエンジンカバーをこういう風に変えなさいっていう指示のこの説明書とパーツがついてくるんですよね。そうです。で今回これはもともと赤くないんで、そうですよね、後から塗らないとダメです。はい、これ純正を赤く塗って付属のこのプレートとエンブレムと、あとはそのキットの組み込んだ一つかね、はい、のサイン入りのプレートがついてくる、はい、これ700馬力もうロマンの領域ですけどそもそも63の500馬力後半が使い切れてるかどうかっていうのもちょっと怪しいですけど、そうですね、はい、まあ、ここやってあるとやっぱり音も違ってくるし、はい、音もちょっと太くなりますよね。そうですね。でやっぱりこう並んだ時に圧倒的な加速力は、はい、まあ、100キロまでですけど、はい、新東名でも120キロまでですけど、はい、まあ、この辺やったらっていうのはかなり満足度は高いカスタマイズじゃないかなと。でこのさらに上もあるんですよね。800がありますね。ただそれをするとかなりこうハードルが上がるというか、タービン加工しないとっていう感じになるので、まあ、こっちの方が値段はお手頃とは言えない金額ですけど、はい、まあお手軽にできるかな。金額気になる方はブラバスの日本のホームページに金額載ってるんで、まあ、それプラスコーチングでできるん で、はい、そうです、まあ、気になる方は覗いていただくといいんじゃないかなと思うんですけど、800だとどうしてもそのタービンをドイツに送るんですよね。そうですね。で加工して帰ってきたのとそのサブコンを一緒に組み込んでってなるんで、はい、日数的にも結構かかるんですよね。かかりますよね。で800はかなりハードル高いんですけど、700っていうのは、まあ、まあ触りの部分としてはかなりいいキットじゃないかなと思いますので、はい、ぜひ裏当てでもできますんで、はい、お問い合わせください。じゃあ最後になりますけれども、今回この、はい、いわゆるソフトキットのコンプリートっていう感じでまとめられた車なんですけど、はい、まだ完成形じゃないっていう噂を。完成形ではないですね。ちょっとまだ
届いてないパーツがあったりとか、なるほど、あとまあオーナーさんはまだ別のプランも検討中ということで、検討してたりとか、じゃあもしかしたら今後もっとすごいカスタマイズが施された状態でありますね。動画でご紹介させていただけるかもしれないので、はい、ぜひチェックしてみてください。というわけでチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。